にちは。ブライトララの藤田と川原です。本日もご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何をしますか？はい、本日の企画、私たちのおすすめウィッグ4選。わー、私たちが本当に好きなおすすめウィッグを選びましたので紹介するのが楽しみです。はい、では行ってみよう。行ってみよう。はい、はい、では一つ目のウィッグです。はい、1つ目のウィッグは私が着用しているこちらなんですが、商品名がキュートサイドボブ2タイプバングになっています。すごい可愛いめっちゃ可愛いです。似合ってますありがとうございます。カラバリがなんとフルウィッグでは一番多い20色。おお、20色ございます。で、前髪の種類が2種類ありまして、私がかぶっているエアリーバングともう1つがストレートバングの2つの種類になっています。はい、私がかぶっているのがカラーはシナモンミルクグラデーというカラーになっていて、頭頂部が少し暗めでグラデーション気味になっているカラーになります。ハイトーンの感じですね。ちょっと金髪っぽいお色味になります。でつむじは I 型つむじです。はい、この商品が個人的におすすめに選ばせていただいたのは、まあ、とりあえず私に似合う似合ってます、はい、一番やっぱ似合わせっていうのは重要だと思うんですけど、それとこの商品のモデルさん画像を見たらすごく丸っこいキュートな印象がすごくあるボブに見えると思うんですが、実はかなりダークホースというかいろんなアレンジができるウィッグで、今かぶってるようにこういう感じで外羽に手ぐしでピヨンってできたりするんですよ。うん、めっちゃ可愛いです、はい、外羽で内巻きにもここの手で持ちながらこうねじねじっとするだけでこう内に入ってくれるので、うん、いろんなスタイルがかなりしやすいのがボブの中でも可愛すぎるボブに見えがちなんですけど、そうでもなくカジュアルにも着用できるよっていうのが個人的にすごくおすすめポイントです。ボブの中では王道な形なので使いやすいのが1個と、もう1つはカラバリが20色あるっていうふうに言ったんですが、ベーシックなカラーはもちろんこのグラデーション、あとはミックスカラー、いろんなパターンのカラバリを揃えているのもおすすめポイントです。はい、では2つ目のウィッグです。2つ目は私が今かぶっているフラッシーリサロングというウィッグを紹介いたします。すごい自然ですよね。結構なロングヘアでこの辺まであるんですよ、うん、ブライトラの中ではもうすごく長い部類に入るスーパーロングなんですけど、これが私すごくお気に入りなのでおすすめさせていただきます。前髪はエアリーバングタイプ、ふわーっとしていて軽めの前髪になっています。で、気になるつむじは I 型つむじ、上から見ても自然な感じのつむじですね。私はちょっと今ジグザグっとした感じにこうつまんでアレンジしてます。カラーはショコラブラウンという色をかぶっています。はい、落ち着いた暗めのブラウンで大人っぽい感じのカラーリングになっています。日本人の肌色にすごく馴染む色で、私は最近すごくお気に入りです。形の紹介をしていくんですけど、毛先にかけてゆるくウェーブがかかったウィッグになります。これが結構きつすぎるカールでなくて、本当にブロー後の自然体なヘアスタイルを感じさせるようなナチュラルなカールの感じがすごく気に入っています。強めに巻いたカールも素敵なんですけど、こういう肩の力を抜いたナチュラルなスタイルもトレンド感があってすごくおしゃれだと思います。全体が同じ長さというわけではなくて、この辺に顎ラインぐらいの長さで短い毛が入っているんですね。これが入っていることによってふわっとした自然な感じのラインになります。重たくなりすぎずにこう軽めのヘアスタイルになってくれます。と、私が個人的に気になっている点はこの前髪の感じですね。すごく軽くて重たくなりすぎない感じがすごく気に入っています。前髪結構軽めですよね、このメイク、うん、今分けてなくてそれですか？はい、そうです。あのピンとかでは止めてないんですけど、ま、少し横に流してこれぐらいな感じ、かぶって少し手ぐしでスタイリングしただけで自然なヘアスタイルになってくれるので、これが結構あれですね、ウィッグバレしにくい自然な
ウィッグじゃないかと思ってご紹介させていただきました。カラバリは全部で9色ございます。ベーシックなカラーと派手髪好きさんにも人気があるようなグラデーションカラーとかも取り揃えてますので、ぜひとも皆様ページチェックしてみてください。これは商品ページを絶対見てほしくて、今かぶってくれているショコラブラウンという色は本当に肌なじみいいので、イエベブルベあんまり関係なく使えるカラーの中の一つなんですが、ゴールド、めちゃめちゃブロンドとかパープル系とかピンクとかハイトーンがたくさんあるので、ぜひ商品ページ見てみてください。はい、見てみてください。はい、では3つ目のウィッグです。はい、3つ目のウィッグは12星座ウィッグというウィッグになっています。はい、こちらはカラバリが12色になっていて、今かぶっているのはショコラブラウンミックスというお色になります。前髪はエアリーバングになっています。このウィッグをおすすめに選んだ理由なんですが、12星座ウィッグのページを見ていただいたらわかるんですが、12星座をコンセプトにしていることで少し派手めなモデルさんのメイクだったり印象が強くて、そういうイメージがあるかなとは思うんですけど、ウィッグ自体はすごくベーシックな形になっています。頭の上の方から毛先まで全体がウェーブ巻きになっているので、すごくカジュアルな服装にも合いますし、ちょっとクラシカルな服装にも合うっていうのが自分の普段のワードローブにすごく合うのでよく着用しています。カラバリは12色あるので派手な色もベーシックな色もあるんですが、普段着でよく着用するってなった時にこのショコラブラウンミックスを選んでいます。今耳に全部かけていますが、下ろすとこんな感じでこの辺のウェーブもしっかりキープされるので小顔効果あるかなと思います。全部隠したら、ただ私の普段の服装に合わせたいなってなった時に耳にかけてちょっと小ぶりのピアスとかを見せるのがタイプ的には合っているのかなと思っているので、いつもこういう感じでかぶっています。すごい似合ってますナチュラルでめっちゃ可愛いですね、はい、ナチュラルです、ね、すごい地毛っぽいし自然ですね。そうなんです、後ろも結構そう後ろもすごく可愛くて、もっとガーリーなイメージを持たれてる方多いと思うんですけど、カジュアルな服装にも合ってて、服っても可愛いし、服っても可愛い、アレンジの幅が広いです。はいはいはい、では4つ目のウィッグです。4つ目はこちら、私が今かぶっているハンサムノエルショートというウィッグをご紹介させていただきます。こちらは結構短めのショートカットで、後ろ襟足も結構短め、これぐらいですね。クールな印象があるのですが、毛先に少しカールがついていたりと可愛らしさもある有能なショートヘアになってます。前髪をカットしたり、横に流したりとスタイリングによって結構印象が変わりまして、アレンジも割とですねできるウィッグとなってます。私は今前髪を少し分けてセンターパート風にして、ワックスで少しクシャッとしてナチュラルな感じ、結構ラフな感じにスタイリングしてるんですが、すごく地毛みたいに自然に被ることができるので、この自然さが私はとてもおすすめポイントです。これリアル買いしていて、あの2色ぐらい持ってるんですけど、普段お出かけする時にも被ってます。お気に入りのウィッグです。結構人に見せた時に、それウィッグなのってびっくりされるぐらい割と馴染んでいて、ウィッグバレしにくい自然さがあるので、それもおすすめポイントです。こちらつむじは、少し右寄りの斜めつむじになっていて、それもちょっと自然に見えるポイントですね。頭頂部がふわっとしやすいので、ボリュームが出しやすいので、手ぐしで少し、整えるだけでスタイリングしたような感じになってくれます。これは本当に地毛っぽい。ありがとうございます。ショートにカットしたらきっとこんな感じなやろうなっていう印象で、はい、川原さんは私と違って面長タイプの顔のタイプなので、前髪をセンターに分けた方が多分顔のタイプ的には合っているから、通常の前髪は本当にまっすぐの下ろしたらこれぐらい長さが長めの前髪なんですけど、前髪なしで被るのも全然ありですね。そうですね、前髪なしで被る時にこう立ち上げた感じにしたかったのでワシャーっと分けたんですけど、分け目もそんなにウィッグっぽくなくて
って自然になってる感じですよね。これスタイリングがしやすいのは、ふかし加工という加工が施されている線もあるんですけど、こうふわふわっとしたちょっとチリチリの毛が植えられているので、こう立ち上げとかが非常にしやすい作り方になってます。ちなみにこちら色は、ショコラブラウンミックスという色をかぶっています。色もめちゃくちゃ自然ですよね、こちら、テカリとかが目立ちにくいミックスカラーなので、この色も含めておすすめポイントです。全体的なカラバリは7色ありまして、こういうベーシックなカラーから、グラデーションカラーのような派手髪のようなカラーも取り揃えている、素敵なカラーバリエーションになるので、ぜひページの方をご覧ください。はい、スタッフが選ぶおすすめウィッグ紹介のコーナーでした。どうでしたか？気になるウィッグはありましたか？今回はいつも紹介しているラインナップがちょっと被ってたりするんですけど、今まで紹介してこなかったようなウィッグを選んだんですが、もともとというか本当に私たちが普段からこれは本当に自然だよねっていう思うようなウィッグの紹介をさせていただきました。はいはい、よかったです。そうですね。はい、ぜひまたやりましょう。はい、やりましょう。はい、それではまた見てね。バイバーイ。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオ。